中にワンピースを、はい、かわいいですねいや素敵ですよ、本当にもう素敵、こんなお洋服でデートにいらっしゃったらどうですか、はい、いやもう素敵ですよ本当にさっきは素敵ですよしか言ってないですけれども、デートっぽい服装ですね。ちゃんとお返しをしなきゃいけないっていうのは家で言われてたん で、はい、でお返しも自分で買ってそれをお返ししに行くのがやっぱ男としてだよみたいなのは言われてたんですけど、その時にね、はい、その時にまだ僕小学校ぐらいだった、小学校低学年ぐらいで学校まで持っていくんですけど恥ずかしくて渡せないんですよ、恥ずかしくて渡せなくて、それを帰りに自分で食べて帰るっていうのはしてましたね。いやいや可愛くないですよ本当に、全然そんな、いや本当はちゃんと渡せようと思っちゃうけど、今で言うとそう、それをやってましたねでもそれはなんだか可愛らしい、うん、ね。